こんにちは。保育士バンクチャンネルへようこそ。今日は面白手品実験を紹介するよ。空き箱に3枚の5円玉を吊り下げた装置を用意したよ。この装置を揺らすとどうなると思う？きっと5円玉がみんな揺れるよね。ほらほら、全部ゆらゆらしてるよ。あれ？だんだん揺れなくなってきたのもあるね。長い糸に吊り下げられた5円玉は大きく揺れているけど、他の2枚はあまり揺れていないね。もっと早く揺らしてみよう。また3枚とも揺れたね。あれれ？今度は短い糸に吊り下げられた5円玉が大きく揺れていて、他の2枚はあまり揺れないね。1枚だけ大きく揺れるのはなぜかな？5円玉が揺れるリズムは糸の長さで決まっているんだ。糸の長さが長ければゆっくり、短ければ早く揺れるよ。装置を揺らすと初めは全部揺れるけど、リズムがあった5円玉の揺れだけがだんだん大きくなって、リズムの合わない5円玉の揺れは小さくなっていくよ。じゃあ真ん中の5円玉を大きく揺らすにはどうしたらいいと思う？糸の長さによって揺れるリズムが決まっているなら、真ん中の5円玉の揺れるリズムに合わせて装置を揺らしてみよう。あ、いい感じ。ちょっと難しかったけど、揺れのリズムに合わせることができたよ。この装置は簡単に作ることができるから、作り方も紹介するね。空き箱を用意しよう。カッターでくり抜くよ。カッターを使うときは怪我をしないように注意しよう。必ずお家の人に手伝ってもらおうね。くり抜いた部分も後で使うから残しておこう。またカッターでくり抜くよ。くり抜いた紙をそこにしっかり貼っていこう。糸を吊るすための穴を3つ開けるよ。千枚同士を使うときは怪我をしないように注意しよう。必ずお家の人に手伝ってもらおうね。5円玉に紐をつけよう。3つはどれも違う長さにするよ。糸を穴に通すよ。落ちないようにしっかり結んであげよう。今回はシルバーのテープを貼ってみたよ。今日の実験はここまで。3枚の5円玉を糸に吊るした1枚だけ揺れる手品にはこんな仕組みが隠れていたんだね。実験ってワクワクするね。みんなもお家にあるもので実験してみてね。そして装置も作ってみてね。
最後まで見てくれてどうもありがとう。高評価とチャンネル登録もよろしくね。